どうもこんにちは、AK ヒットと申します。漫画紹介を始めていきたいと思います。今回紹介する作品はランウェイで笑っての10巻です。ランウェイで笑っての著者は猪谷琴葉さん、講談社から出版されています。最新巻の10巻は2019年の4月17日に発売されました。この10巻ではプロのデザイナーたちの職場はどういう感じなのかを知ることができます。唯一無二の服飾系少年漫画です。あらすじ。ファッションデザイナーになるのが夢である高校生の主人公津村郁人、母子家庭で母は病気で入院中です。彼は4人兄弟の長男で経済的にも苦しかったため進学を諦めて就職しようと考えていました。しかしパリコレモデルを目指しているクラスメートの千雪の計らいでプロのデザイナー事務所柳田はじめのアトリエで働けることになりました。アトリエでアルバイトとして雇ってもらって働く毎日。職場の同僚のつながりから芸科大学でファッションショー芸科祭が開催され、参加者は学内だけではなく一般からも公募されていることを郁人は知りました。彼は予選も見事突破していよいよ本選に参加できることになりました。しかし結果は11位という惨敗に終わりました。高校を卒業してアトリエで正社員として雇ってもらえないか交渉しようとする矢先、柳田はアトリエを畳むことを宣言します。職場を失った郁人は芸科大学に進学することに決めました。そしてデザイン事務所がインターンを募集していることを学校の掲示板を見て知ることになりました。学校で学ぶよりも現場で学んだ方がより早く成長できるだろうと考えた郁人はすぐにインターンに応募します。インターンから正社員へ。郁人が応募したのは業界でも有名なファッションブランドアプロアイディーテ。そのデザイン事務所は郁人の他にも多くのインターン生がすでに働いていて、彼らはみんな自分の実力が評価されて正社員に昇格することを夢見ていました。しかし実際は雑用を任されてばかりで給料も発生しないので自分が何のためにここで働いているのかわからなくなり、精神を摩耗させていく者たちばかりでした。そんな中で郁人は3ヶ月で正社員に昇格するという快挙を成し遂げます。正式に正社員契約も済み、制作部の第4ラインに配属になりました。その直後に先にアプロアイディー店に入ってチーフデザイナーをしていた柳田のもとへヘルプに行くことになり、腕試しの課題つまりデザイン修正が与えられました。試行錯誤の末に一つだけ自分の修正案が採用され喜ぶ郁人でしたが、裏ではアプロアイディー店の正社員になれたり修正案が採用されたのは柳田のコネだからという噂が立ち始めていました。コネだから許される。デザイン事務所に限らずどこの業界でもこういう嫉妬混じりの陰口はあるものです。自分は評価されずに後から入ってきた後輩が評価されたら、それは実力ではなくコネやごますりがあったからだと自分や周りに言い聞かせ、自分のプライドを守ろうとするのです。嫌ですね。しかもデザインというのは万人がいいと思えるものがあるわけじゃないし、センスや色使いやフォルムや組み合わせなど数値化しにくいジャンルなので、与えられた評価が正当かどうか周りは納得しにくいものです。つまり誤解を生みやすいということです。嫉妬や憎悪から嫌がらせを実行したところで何も生み出せません。評価されたものに非協力的になったり邪魔をしたところで自分の評価が上がるわけでもありません。嫉妬に溺れてしまう厄介な人間は職場の空気を悪くします。嫉妬をエネルギーに変えて生産性のあることに向けられる人は別にいいですが、それができない人は嫉妬なんかしても1ミリも得しません。しかし絶対にどこにでもいる人種なのです。一方嫉妬される側の人間は目の前の問題に没頭していることも多いので、自分が疎まれたりやっかまれていることに気づかない者もいます。しかし柳田は早々に評価された新参者、つまり自分は同僚や部下から受け入れられにくいことを分かっていました。彼は自分の任された第3ラインがトップに立つというビジョンを部下に示します。大きいことをあえて口に出すことでスタッフをピリつかせ、意識を共有しようと企てたのです。彼は分かっていたのです。コネや上司のお気に入りだから有能でなくても認められているんだという嫉妬や文句を言わせないためには、結局は結果で示し続けるしかないのだと。トップデザイナーたちはみんなこういう壁を乗り越えてきたんですね。ランウェイで笑って、ぜひ読んでみてください。はい、ここまで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。
ブログも書いてます。ブログ名は紙の本も読みなよです。この YouTube チャンネルと同じ名前です。ブログの方も参考にしていただければ幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。